こんな時間になっちゃったね。朝の5時だよ。前寝ております。 もう眠くなってきたんだけど、このまま寝ると大変なんだよ。先にご飯作って寝ちゃおうということになりました。わかめとね、わかめと味噌汁。あ、ネギねえじゃん。あれ？ネギねえな。新ネギねえじゃん。すしすしネギ。ネギ？あ、あったあった。これがあればいいですね。セロリな、セロリなんか入ってんだよ。セロリなんか使わないとな。セロリさ、使うとさ、セロリ臭いとか言って怒られたりするとさ、もうなんか、部屋で、それなの。俺の料理は赤くたまるか、なんてさ、言っちゃダメだよね。みんなのために作るんだから。てめえなのに俺の料理は上がるかって言ったら、もうじゃあ作んなってことなんだけどさ。召し上がっていただけて光栄でございます。まさやは光栄です。これはあれだね、別の厚揚げのあれだね。これは、こんにゃくってやつ、こんにゃく。昨日こんにゃく作る。こんにゃく、ここがね、実はこれは油揚げの薄揚げありますね。このくらい入れば、まあなんかいっぺん入ってるって色はやっぱはいはい、もう眠いからあんまり何もしたくないの、私。もう朝こうやって味噌汁作るとかね、さ、じいちゃん来るとさ、もう大変なのよ。娘も出ていくっていうのは会社行くときにあれだからね、食べないといけないし、皆様に食べていただいて、皆の健康こそが私の願いです。パヤパ、絶対にこうやって素材から作った料理っていうのは違うんだよね。この中にはもう、だって細胞生命がそのまま入ってるでしょ。この細胞生命こそが命ですよ。だからさ、栄養分析、栄養のこう、何入ってるよって、あの表の中のもの以外も、入ってねえわけねえわけだろ。な。そう、この細胞膜とかなんかなんてさ、全部の、生命が、脂質を使ってるわけでしょ。だからオメガ3オイルとかなんかバカなこと言わないで、もうこういうものをそのまま食えばいいだけなのな。使われてんだからよ、もう分かってんか。はい、分かりました。分かってんだったら今までの人生を悔やめ。そういうことなんでしょ。なんていうの、母から息子の嫁にっていう形で伝えられてた、その様々な料理作るノウハウっていうのはさ、これは義務教育っていうさ、学校教育とかも失われたなっていう気がするよね。そう考えるといろいろ納得がいくんだよね。学校でさ、あれ習ってますよなんつったってさ、家庭科で料理の作り方習ってますよって言って、カレーとかなんかそういうチンしてできるようなものばっかだからさ、だから決してそのこういう後片付けだとか下準備だとかそういうのが大変だってことはわからないわけだよね。こういう世代間での情報の共有っていうのは一世代でポンと切れちゃうともう終わりだからね。全部切れちゃうから、ちょっと一からまた勉強考え直さなきゃいけないからさ、私たち伝統ってさ、どうやってするかっていうとさ、常に変えてってるわけだから、それはいいのよ、変わることは。だって推薦免除ない時なんてさ、推薦免除ない時のルールと推薦免除のルールってのは違うわけでさ、トイレの仕掛けとかルールとかも違うし、感染症とかへの対策もみんな違うしさ、全部時代ごとに変わる。それは当然なんだけど、やっぱ
けに共通して流れなきゃいけない何かのもの、大事なものってのが実際にはあるはずだよね。それを失ってしまってるよね、私たちね。どうしてもね。かといってね、昔のものをまた取り戻すなんてできないしさ。魚は必ず焼きましょう。ね、魚焼き、これイワシだったから油多かったね。こういうのを洗うときのさ、ルールとかさ、そういうのだってさ、それって厨房にこう属するものでしょ、施設に属するものだからさ、抽象的な、単純な抽象化ができないんだよね。それぞれのローカルルールが激しすぎてね。それ食べる人たちのローカルルールっていうかさ、何が好きだ、何が嫌いだっていうさ、そういう食べる人のローカルルールも全く違うでしょ。黒を多くのローカルのルール懐かしいね。林芳雄先生じゃないですか。林芳雄先生いっぱいいっぱいバックインミュージックでねいっぱいやってきましたよ、ね、これあれね、ちょっと氷が溶けたんだね。これこうやってね、この辺は2匹も焼けばいいでしょうね。必ず毎日これ焼くようにしましょう、朝ね。ところがさ、今日はさ、魚がさ、1種類しかないな。すっごく鮭って脂が多いからね、油断もすまりゃしない。こう、ドロボンでこう、いや、違うろ、お魚抱えたドラ猫。ドラ猫抱えるんかね。いや、どうすんだろうね。お魚ミケか、あれミケダメでしょ。ミケかタマか、なんだっけあれ。ミケとかタマとかあれ、体の模様で言ってるわけだろ。タマって金玉ちょっとレーティングが上がりました。バカですなんだろうね、玉って。玉のような男の子っていう玉かな。これ入ったところで、はい、じゃあこの豆腐をね入れちゃいましょう。なんかこうあれと豆腐が一緒ってのがちょっと面白いよね。ガンといって、まあ、これに至ったところでもう OK ってね。豆腐崩すと悪いからよくこうやって後から入れるって言うけど、崩れねえよな。何そんな人に同意を求めるの。おお、うまいね。あ、おいしいおいしい。やっぱ味噌汁こういうオーソドックスなやつがうまいよね。まあ、なんかそれ以外のものを全否定する言い方、それ私嫌いです。はい、じゃあ今日焼きましょうかね。弱ったな、鮭がないの。あ、そうだ、シューマイがあるぞ。シューマイこれ買っちゃったんだよ。ちょっと食いたいと思ってさ。それあるからさ。でもこう、あ、これもあるよ。いや、これは焼けねえよ。シマイよく行っちゃったね。食っちゃっけ。ああ、食ってね、食ってなかった、あった。これちょっと魚と一緒に焼けるやってみましょう。どうだろうね、うまいかな。これ揚げようと思ったんだよな。そうだ、揚げようと思って買ったのに今焼くの。でちょっと裏切りじゃない。で2個ぐらいやってみよう。2個ぐらいね。それでうまくいったらまた次回頑張ってやればいいじゃないか。いいじゃないか。はい、じゃあ今日はシューマイと鮭をやりますね。これはシューマイと鮭はしまいましょう。昨日の鳥があるんだよな。トリガー、ダッシュダッシュ、トリガー、ダッシュダッシュ、
それで、何にしよう。これね、これ。ベーコンがあるんですよ、ベーコン。このベーコンを使って、とろけるチーズはまあいいんでしょうね。このベーコン、もう一本のこだわりの、ハムないからさ、もうベーコン使っちゃおうか、これ。このベーコンを使って、もやしを炒めようか。ピンピンを作るか、今日。あ、なんかだんだん夢広がっていきましたね。夢が広がる、夢が広がる。人参があるでしょ、人参。もうちょっとか。もやしを作って、もやし。ベーコンもやしにしよっか。ベーコンもやしピーマン。ね。ベーコンもやしピーマン。パヤパー。うまいぞ。で、これはね、ピンピンやってやろう。人参少しだけ残ってるのかわいそうだ。カブどうしようか、カブ。この漬物にしちゃおうか。塩もみしてしまっとこうかね。一個だけね、まずね。はい、パヤッパー。はい、来ました。まずはきんぴらだね。レンコン使ってもらうやつね、からさ。これレンコンね、レンコン安い時にはやっぱもう1年分食いだめするような勢いで買っちゃうよね。1年分の食いだめ、今以外もう高いからさなんでだろうな。いや、それは地元で取れてるからだよね。こういうのが一番いいよね。地元でさ、これが土の中でさ、さまざまなマイクロバイオームを受け取りながら大きくなってった生命だろ。その生命をそのまま受け取ってくるわけだから、これは絶対いいもののはずだよ。それが証拠にうまいもん。それが証拠にうまいもん。あ、やっぱ。うまいもん。ちょっと厚めに切ったね。これを、きんぴらにしましょう。ここはそのまんまですけどね。じゃあこれもちょっとそういう感じで切ろうか。やっぱこれは人参はそうじゃないろう。ごま油でね、ゆっくりと蒸し焼きにしてしまいましょう。ごま油でゆっくりと蒸し焼きにするぜ。そのまんまなんか言ってるだけじゃないか。そんなことでいいと思ってるのは、こんなことで革命が成し遂げられると思ってるのか。なんかあれだね。ちょっと恐ろしい話になりそうだね。そういう話からは。はい、こっち行きます。きんぴらごぼうってね、結構。結構いいもんね。肉入れたりもするけど、今日は肉入れないで、だし醤油でやっつけるのしましょうかね。ごま油がね、やっぱ大事だよね。ごま油が大事さ、大事さ、大事さ、大事。ごま油が大事さ、大事さ、大事さ、大事。これをちょっと水で洗ってしまうか。アクがあるからね、ちょっとこのなんていうんだっけ、レンコンさんってさ、もう悪くないよ。お前を責めてるわけじゃないんだよ。一般論、一般論。なんだよ、それ。うん、油たっぷりあるね。いいね、これ一般論、一般論、一般論、一般論。はい、ちょっと行きましょう。はい、一回この油でくるっと回してやったら少し持ちましょうかね。はい、僕弱火でいきましょう。僕弱火。はい、こ
肉はもう弱火でいきましょうね。魚も見ましょう。どれだ、おい、まだしまいだね。ちょっとこうこうやってやるか。鮭はボロるからね、鮭ね。でボレロで、これ今やったんですね。その間にじゃあ釣りを釣りをしていきましょう。ベーコンを利用してもやしベーコン炒め、パヤパといきますか。自分でベーコン作ってるの、こんなベーコンも使ったりするからさ、かわいいみたいだろ。かわいいかわいい、まさやくん、あなたはどこに行くんでしょ。わかんねえ、ほんとわかんねえ、自分の人生わかんねえな、どこ行くか。まあ、どう切ろうかね。もうこう切って、ね、先っちょから切って、まあ、頭抜いてやるとね、いいことあります。いいことあるぞー。もやしと一緒にボロルか。もやしと一緒にボロルというかね。はい、ちょっとこっちにじわじわと。蒸されてってますよね。もうちょい蒸してやろうか。もうちょい蒸してやっちゃおう。水蒸気がいい感じですな。じゃあこっち側では、ほんと熱くしたフライパンでガツンといくか。よし、せっかくだからね。はい、じゃあ熱くしておいて、その間にニンニクも入れちゃおう。ニンニク入るとうめえぞ。ニンニク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 ポッポー、ニンニクニクニクニンニクニクニクポッポー、ニンニクニクニクニンニクニクニクポッポー。あ、なんかチンゲンサイ入れてもいいかもな。あったね、チンゲンサイ。あと一応ね、そうしよっか。じゃあチンゲンサイも切って入れちゃおうか。ちょっとだんだん時間が迫ってきましたよ、マサヤさん。今あのフライパンの熱そうな様子は見えますか、松屋さん。色がそのぐらい。新芽菜ね、出てきてね。新芽菜ね、葉っぱがもう溶けそうになってるね、これね。ダメじゃん。頑張れ、松屋。松屋やん。ね、これはいいでしょうね。入ります。で、この人たちみんな一緒に入るからね。これはチンゲンサイのちょい後だね。はい、やべえ、相当熱くなってる。どうしよう、逃げるか。いや、それは無理でしょ。ダメでしょ、それは。一番強い温度が高くなってるな。バイバイ。はい、じゃあ肉油を回して入ります。
シューマイがパンパンになってきましたね。あと5分だね。あと5分弱火にしよう。すると鮭もいいよ。はい。 これは完全に鶏ガラスープを加えてあげましょう。こんなもんでいいですよね。どうぞじゃ。 軽く片栗でね。はい、入りました。 使ってみるんですよね。美味しいから。はい。まあ、きんぴらっていうより煮しめる感じだよね。どっちかっていうとね、もうね、こうやってね。うまそうじゃの。これは糸こんにゃく入っても美味しい。ああ、糸こんにゃく入れたくなったな、おい。入れればよかった。 そうするともうなんか単純なきんぴらじゃなくなるんだよね。何が何かに入ってくるとさ。うん、あ、美味しい。しょっぱみ強いわ。うまいよ。食べ。 勘弁で済めばごめんはいらない。そうだよ、いらないんだよ。
サインまでね、ピンクが見えてるね。レンコンもこれで終わったっけか。まだだ。作るの。まあ、今度で。考えるのはまた今度しよう。また今度。はい。これがね、あるんですよ、これが。これはね、鶏の。これをちょっと手でさばいてしまっていきましょう。ね、手でさばいてしまっておけば、食いやすいだろうから。基本ね、ちょっと時間。遅くに帰ってきた人が食べなかったのね。うまそうだろ。相当うまいよこれ。だって食った方がいいよ。うまっ。俺食ってます。美味しいな。ここね、この辺一番美味しいな。これ俺食う。ここ赤いとこは出ちゃうな。赤みが出ちゃうからね、しょうがない。これは俺食べることにして、後の部分はね、今食べたい人食べるというか。うん、ちょっと小さい皿にね、移しておいてあげれば食べやすいでしょ。ね、これ食べてもらいましょう。で風味さしちゃおうか。スライサーどうなんだろうな。やってみたことあんまりないかな。ちょっとやったことはあるけど、これ失敗すると手切っちゃうからね。気をつけるようにね。麹で漬けるとベタラ漬け？違う、ベタラ漬け大根だよ。全然違うね。明るい昼間の店でもな、ドーンとぶつけられたら死ぬもんな。
うん、うまい。もう置いとけいいか。おもししなくてもいいな。表面もいいね。塩もみってことで、食べたい人が食べるか。はい、OK。 焼けすぎか。シューマイ、シューマイ、シャッテにシャッテ、うまそうじゃろ。シューマイ1個もあるまだ食えねえからな。半分切ろうか。はい、じゃあシューマイを半分切ってパイアッパーですな。うまそうじゃの。あ、うまそうな香り。これいいね。今度またやってみようか。先に切っといた方が楽だかもね。なんかシューマイと別の皿の方がいい。まあ本当に皿の数は多くなっちゃいますよね。ということで、皆さんも美味しいご飯食べて元気で暮らそうじゃございませんか。これまやちゃんのご飯ね、もういっぱい作っちゃったんですよ。一食もう、うわぁ、しまった。今なんか、これを俺が、じゃあ皆さんも元気でね。バイバイ。チャオ。